公式映像2013年世界陸上競技選手権大会男子100メートルは2013年8月10日から8月11日までロシアモスクワのルジニキスタジアムで行われた。二つの国家記録が今大会で誕生した。中国代表の超培うもえは予選で自身の持つ中国記録と同タイムを出し、 準決勝では10秒00の中国新記録をマーク、したが同タイムのクリストフルメートルにキサありで破れ5着となり、決勝進出を阻まれた。ジャマイカ代表の4選手は全員決勝へ進出した。日本勢は桐生義秀と山形良太が予選に出場したが、それぞれの組で4位となり、準決勝進出はならなかった。超人的な活躍を見せる。 ウサイン・ボルトンの戦績は好ましいものであった。前回のハシイヨハンブレイクが故障で出場しない中、ジャスティン・ガトリンがボルトに最も近いライバルとなった。ガトリンは2013年シーズンの序盤でボルトに勝利していた。決勝は暴風の中行われた。ガトリンが1番に飛び出したが、ボルトとは1メートルほどしか離れておらず、次第に距離を縮められ追い抜かれた。 ボルトが勝利を手にした瞬間、空には稲妻が走り、それを捉えた写真が注目を浴びた。ネスタ・カーターは二人に続いて三着でゴールした。こうした悪条件下で決勝よりも条件の良かった準決勝での記録より良いタイムを出したのはボルトラメダリストだけであった。本大会までロシア、まず一組のケマー・ベイリー・コールが10秒02で記録を、 達成すると、10分も経たぬ間に3組のガトリンが9秒99を記録し、15分後には6組のマイクロジャースが9秒98でゴールした。ガトリンは準決勝1組で9秒94をマークし再び、ロシアでの記録を塗り替え、2組のニッケル・アシミードが9秒90を出して、さらに更新した。最終的にはボルトが9秒77で優勝し、 記録に名を残した。大会前の記録は次の通りであるすべてモスクワ時間、通過条件、各組上位2着記録上位3着風速、1組イコール、秒速0 4メートル、2組イコール秒速0.3メートル、3組イコール、秒速0.5メートル、4組イコール秒速0.4メートル WR 世界記録、AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン、 大会記録 NR 国家記録 OR オリンピック記録 p p 自己ベスト SB シーズンベスト WL 世界最高90位による通過9記録による通気 DNS 危険 DN 回途中危険 DSQTNQ 宿泊 FS フライングサインボルトの出場した予選7組通過条件各組上位3着記録上位3着風速1組イコール 秒速零点二メートル、二組イコール秒速零点四メートル、三組イコール秒速零点三メートル、風速、一組イコール秒速零点二メートル、二組イコール秒速零0四メートル、三組イコール秒速零点一メートル、風速、秒速零点三メートル。ありがとうございます。